法における、敵国人とは互いに紛争状態にある国の市民、外国人、居留民のことを指す。常にそうとは限らないが、通常紛争当事国は戦線復刻の後、戦争状態にあることが多い。イーラグとはドイツ語、インターニラングスラガーの略語である。連合国の戦争捕虜を収容するため降伏後の、 フランスとドイツに建設された。1939年、第二次世界大戦が勃発すると、イギリスはユダヤ人や政治的難民をはじめとして、ナチの迫害を逃れた人々の避難先となった。当局ははじめ区別なく、敵国住民とともに、これら難民を収容したが、イタリアが戦線布告した後になって、かなりのイタリア人住民も危険人物とみなされて、収容された。 ブリテン島からは比較的離れており、保養地としても利用される、マンシ島は外国市民向けの居住地を提供するのに使用された。ブリテン島から多くの非収容者を移動させる努力が払われた。1940年7月、北米へ向けてイタリア人とドイツ人約1300人を輸送中のアランドラスターが来撃され沈没した。居住区画が有志鉄線で封鎖され、 救命ボートも足りなかったため、イタリア人、ドイツ人743名が死亡し、乗組員、護送兵を合わせた死者総数は805名に達した。イギリス政府は、沈没時に収容者の無秩序な行動が原因で、犠牲者が増えたと虚偽の発表をした。その後、生存者は輸送船、デュネラに移し替えられ、新たな敵国人も加わって、総勢2500名を、 オーストラリアニューサウスウェールズ州兵の収容所に輸送した。敵国人のよく知られた例はアメリカ合衆国に居住していた在米日本人市民や日系人を連邦政府が第二次世界大戦中に抑留したケースである。多くのイタリア系アメリカ人と共にこれら日本人、日系アメリカ人の多くは戦時中大統領ルーズベルトにより強制収容所に収監された。 しかしながら注意すべき重要なこととして、これら日系、イタリア系アメリカ人の中には合衆国の市民権を得ている者も,もおり、その場合は実際には外国人ではなく合衆国市民権を持たない者の,のみ、敵国人と正しく故障され収容されるべきであった。しかしながらドイツ系、イタリア系、日系アメリカ人の永住外国人は、 第二次世界大戦中に収容所に送り込まれた。全部で1905名のイタリア系アメリカ人、11229名の日系アメリカ人がアメリカ全土のそれぞれ別の収容所に収監された。ドイツ系アメリカ人は50カ所以上の収容所に収容された。第二次世界大戦期に米国内に設置されたドイツ系アメリカ人の収容所、第二次世界大戦期に 米国に住む敵国市民は敵国市民賞を強制的に交付され、それを当局へ月次で登録するよう義務付けられた。カナダやメキシコにも同様の法規制が存在した。ありがとうございます。